2011年の3月11日というのは僕たちにとってとても辛い経験だったと思います。でもその時皆さんの先輩たちがですね、ここは避難所になった時に自分たちも被災しながらも、町の皆さんがこの避難所で何に快適に暮らせるかどうかと一生懸命頑張ってくれたと。震災対応だけではなくて、先輩たちから引き継いだ経験というのはですね、やっぱりどのように人と人とのつながりを大切にして、あるいは何かあった時にどのように助け合って、そういう困難の時にどのようにそれを